結構カルピーとかもさ、最初の辺とかさ、もうぶっちゃけ周りの YouTuber とかにもクスクスみたいな、まあバカにされてました、ね、バカにされてたじゃん。まあ今でもそれはされてる場合もあると思うんですけど、それでもやっぱ続けるっていう、笑われても続けるっていうのがやっぱすごいっすよね。これもね、ガチな話いいですか、笑ってるやつら俺の方上だったでしょ、まあそう人としてねっていうのがあったんで、気にはならないですよ、だってイチローは笑わないでしょ、本田圭佑が笑います、人が頑張ってること見て。いや笑わないね、本物って笑わないでしょ。確かに、だから笑ってるやつって俺偽物やと思ってるんですよ。それって嫉妬とか頑張れない自分を何とか無理してあげるための笑いだと思うんですよ。悲しい笑いなんですよそれって。ああめちゃめちゃまとえてると思う、はい、だって多分ですけど俺が尊敬してる人は絶対そんな笑わないんですよ。頑張ってる人を見て笑うってダサいと思うんですよね。めちゃめちゃいいこと言うやん。カルピー見たら寒気がするとか笑っちゃうみたいな、それって多分ステージが低すぎるんですよ。別に良くなかったら良くないで終わりなんですよ、笑いなんか生まれないんですよ。俺そこって本当に人間としての一番大事な部分っていうかね、そう思うんですよね。今までずっと喋ってきた中で一番ぐらい好きな、確かになって思って今。だから俺はこの人見てる人に思うのは、いろんなものに対して挑戦していく姿勢と諦めない姿勢っていうのをね持ってほしいと思いますけどね。